皆様ビューティー体験へようこそ。資生堂パーソナルビューティーパートナーのゆきです。今回は今話題の左右メイクをやっていきたいと思います。左右メイクっていうのはナチュラルに見えつつも計算された抜群の透明感とこう美しさで確実に盛れるメイクなので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ベースはマキアージュドラマティックスキンセンサーベース EX のトーンアップ使っていきます。左右メイクのベースはすごい白くてマットな肌がテーマになっているので、抜群の透明感を出すにはこのぐらいのラベンダーの下地を使うことがおすすめです。顔の中心部分にしっかりつけて、あとはなじませるような感じで仕上げていきます。これ崩れにくいのに乾燥するところには潤いを与えてくれるので、この冬の時期にもすごくおすすめです。こんな感じでベースがトーンアップした仕上がりになりました。続いてファンデーションはマキアージュドラマティックエッセンスリキッド使っていきます。で今回はいつもよりちょっと明るめの色で仕上げていきます。これは極上つるん肌に仕上がる私も大好きなファンデーションなんですけど、このファンデーションは360度美肌パウダーでカバー力と透明感がすごいので、今回左右メイクにはこちらのファンデーションを選ばさせていただきました。あの中華美女の中で流行ってるメイクなので、結構いつもより白いかなっていうぐらいの仕上がりでも大丈夫です。今回あのベースがすごい大事なのでコンシーラーまで使っていきます。使っていくのはマキアージュのドラマティックコンシーラーのライトを使っていきます。コンシーラーはあの目の下のここのちょっと私暗くなりやすい影になっているところにしっかり仕込んでいきます。でこれ密着型のコンシーラーなのですごい肌にピタッと密着するんですよ。きっと美容液が入っているコンシーラーなのですごいしっとりします。で今回はベースのテーマがマット肌なのでしっかり粉をつけてツヤを抑えていきます。今回使っていくのはマキアージュドラマティックルースパウダーのルーセントを使っていきます。パフでつけてもいいんですけど、今回は肌を磨きながらつけていきたいので資生堂メイキャップ花椿ハケポリッシングフェイスブラシを使っていきます。これねすごい毛の密度がすごくてつけてて気持ちがいいので、ちょっと今からつけていきたいと思います。こんな感じで下から上に肌を磨くようにつけていきます。目周りとかこの眉毛の毛が生えてるところのこの中を埋めるような感じでパウダーも入れていくっていうのもポイントになります。次にあのやっていく眉毛もすごい描きやすくなります。で今から小顔にしていきたいと思います。使っていくのはマジョリカマジョルカのフォルムリメイカー使っていきます。中のパフもめちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。最近のちょっと今回は自然に立体的に見せていきたいのでブラシを使っていきたいと思います。こんな感じで取って美容部員の裏技なんですけど、今ここについたパウダーをこのままつけちゃうと結構がっつりついちゃうので、ティッシュにこのブラシについたこのパウダーを中まで含ませると自然につくので、これでちょっとつけていきたいと思います。この色もねめちゃめちゃ良くて結構ナチュラルなブラウンなので肌なじみがすごくいいです。続いて眉毛にいきたいと思います。マキアージュダブルブロークリエイターの3色あるうちの一番暗い色を使っていきます。黒に近いグレーなんですけど、眉毛は明るすぎず黒に近い色を使うっていうのもポイントになります。少女っぽいあの柔らかい雰囲気も出したいので、まずパウダーで土台を作ってからその後ペンシルで眉毛を作っていきます。今回は目と眉の距離、ここの距離を詰めていきたいので、あんまりこう上に描かずに下に下に描いていきます。角度は出さずにこう柔らかい雰囲気を出したいのでちょっと丸く丸く描いていきます。で今あの眉毛仕上がったんですけど、このままだとちょっと不自然というかやぼったく見えるのでポイントなんですけど、ブラシでなじませていきます。こんな感じで眉毛の毛の流れに沿ってなじませるっていうのがメイクが上手な人に見えるポイントになります。次アイシャドウをやっていきます。アイシャドウはマジョルカマジョルカのシャドウカスタマイズ BE121 の恋の達人を使っていきます。アイシャドウはあの発色があんまり強すぎないものを選んで、ラメとかもちょっと控えめで少女っぽい可愛い瞳を作っていきたいと思います。上まぶたにのせます。
この色は結構目が明るく見えるので、こうくすみが飛ぶようなイメージですね。ベースカラーとしてもおすすめです。で次に使うのが BE384 のコルク使っていきます。ちょっと赤みのあるベージュで自然な発色になっています。ちょっとラメは入っているんですけど、これを上まぶたの半分まで入れます。これ結構ね、店頭でも売り切れになってたぐらい人気のカラーになります。じゃあ続いて PK321 ひとひらを使っていきます。このぐらい細いチップに取って下まぶたに入れていきます。下まぶたの目尻と黒目の下を除いた目頭の下、ここに入れていきます。これは結構ね、左右メイクのポイントになりますので、ぜひやっていただきたいです。黒目を除いたこの4箇所にのせることで、こう少女っぽい儚げな印象に見せてくれます。続いて涙袋を作っていきます。先ほど使ったマキアージュのドラマティックコンシーラー使っていきます。これをチップにのせて、さっきピンクを入れたとこ以外のこの黒目の下にちょっと笑ったところにちょんって入れます。涙袋の影もつけていきます。マジョリカマジョルカのジェルリキッドライナー74番の月色シャドーブラウン使っていきます。ナチュラルなブラウンなんですけど、ちょっとあんまりつきすぎないようにティッシュとかに1回つけて、この黒目の下笑ったところにスッと入れます。ちょっと綿棒でぼかします。これで涙袋が作られました。ちょっとラメを少しだけ入れていきたいと思います。マジョリカマジョリカのフローティング BR701 の花言葉をベージュ系のラメになるんですけど、上まぶたの中央とさっき作った涙袋の黒目の下ちょっとだけ細く入れていきます。じゃあ続いてマスカラ、マキアージュドラマティックエッセンスマスカラのロング&カールを使っていきます。マスカラはブラックで今回やっていきます。こんな風にこう根元にしっかりつけることで束感のあるまつげを作ってくれるので、根元にジグザグつけて上にスッて上げていきます。じゃあ続いてアイライナーインテグレートスナイプジェルライナー BK999 を使っていきます。アイラインもブラックで統一していきます。結構マスカラで目力が上がったので目尻だけにつけていきます。左右メイクはアイシャドウが薄い分マスカラとアイラインでこう目力を出すっていうので結構目力アップしたかなと思います。じゃあチークは資生堂メイキャップインナーグローチークパウダー04オーラピンクを使っていきます。チークはもうほとんど見えないぐらい薄くつけていきます。うっすらこうピンクに色づくものがおすすめなんですけど、チークもこれをこのままつけちゃうと結構つけすぎたってなるので、ブラシをの毛の中にこのパウダーを含ませるっていうのを先にやってからつけるとつけすぎる心配がないので、これもポイントになります。ちょっと少女っぽい可愛らしさを出すために瞳の下と鼻の横あたりを起点に丸く丸くつけていきます。今回は鼻先にも入れていきます。あと額にも、あと顎ですね、ここに入れることでちょっと血色感を出して少女っぽいイメージに近づけていきます。リップは資生堂メイキャップビジョナリージェルリップスティック211をつけていきます。でリップはこう粘膜色を使うのがポイントになります。こういう感じのちょっとツヤのあるローズやくすみピンクで、あんまりこう輪郭は取らずに唇の真ん中につけてブラシでちょっとぼかすぐらいの感じですね。その上から資生堂メイキャップクリスタルジェルグロスを上から重ねていきます。全体にこうつけすぎるとちょっと大人っぽいイメージにもなりますので、唇の中央にしっかりつけるっていうイメージですね。最後ハイライトでちょっとツヤを出していきます。資生堂メイキャップオーラデュープリズムイルミネーターウルサを使っていきます。つけるんですけどちょっとギラギラしたイメージではなく、上品でこうナチュラルなツヤっていうのを作っていきます。いつもだったら結構この C ゾーンにつけるんですけど、今回は鼻先でちょっと開けて、ここですね、この目頭ちょっと濡れたようなツヤを、ここ結構ポイントですね。唇の上、この山になってるところの2箇所をつけていきます。アイシャドウの上にものせることで目が明るく見えるので、ここも少しだけつけていきます。
はい、一応メイク仕上がったんですが、ちょっとあの首と顔の色の差がまだちょっと結構あったので、最初に使ったあのマキアージのドラマティックスキンセンサービス EX のトーンアップの下地をちょっと首にもつけていきたいと思います。首につけるときはここの首の中央にこうちょっとつけて、ここからなじませると結構自然に首も立体的に見えるので、首もちょっと明るくしたいなって時はこの首の中央につけるのもやってみてください。ということで完成しました。ちょっと少女っぽいあどけなさと儚げなイメージっていうので、こうナチュラルには見えるんですけど、結構計算されてたくさん仕込んでいますので、ぜひ皆さんもやってみてください。で今回はあの結構美容部員ならではのテクニックだったりっていうのも紹介していますので、そちらの方が参考になったっていう方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回のビューティー体験でお会いしましょう。ありがとうございました。